この配信の前日とかにお塩ママからグッズをね、もらったんですよ。で、なんか、結構フォロメンにもう配るために自腹で買ってるよ、みたいな話をしたわけよ、お塩ママに。で、全然送るよ、みたいな感じで送ってくれて、そう。で、なんかそのタペストリーのやつとかも送ってくれて、持ってきたのよ、たくさんあったから。で、本当は4つ分持ってこれるんだけど、持ってこれたんだけど、みんなちょ、いらんかな、みたいな、思ってさ、カナタツのグッズでーすって言って、どうなんだろう、みんないるのかなって、グッズっている人といらん人いるだろうしな、と思いつつ、2個にしたの、それで。案外みんな、なんか、いいな、いいな、みたいになって、ちょっと争奪戦に、なりました。さすがお塩ママ。で、ペコラ先輩がさ、その配信の後に、カナタちゃんこれサイン書いてくれるんだよねみたいな感じでさ、言ってきてさ、いいんですかみたいな。全然書きますって言って、じゃあちょっと開けてみるペコみたいな感じでさ、タペストリー開けたんよ。これね、等身大タペストリーだからね、大きいんだよ。これが今、お塩ママのブースで売ってるギャルタスの等身大タペストリーね。ちょっと可愛いでしょ？これが、そう、言ってたペコラ先輩に、あと、いろはちゃんにあげた、やつですね。これ。これの時に、ペコラ先輩が、見て、いやー、ペコラ先輩、これ、等身大なんですよ、みたいな、えるろって言ってた。えらいでしょ？マジでエロいでしょ？どうします？ペコラ先輩、サインどこに書きます？って言って。お腹とか、太ももら辺に書いちゃいます。エロいから。って言って、ここに書いちゃいますかって言った。いや、でも、ここに書いてもらったら、写して、写真撮ってみんなに見せるときに、ここだけを写すことになるペコって言って、それは嫌だ、顔は入れたいよねって言って、顔入れよう、顔は入れましょうって言って、ね、顔の横に書きました。で、じゃあこれ転売するねって言われて、転売ダメダメって、これ転売を防ぐために、ペコラ先輩って書くからって言って、これ転売したら、もうペコラ先輩ですからねって言って、本当はの転売禁止って書こうかと思ったんだけど、転売の、漢字が書ける自信がなかったんで、書くのやめました。カナダさんのサイン入りでさ、ペコラ先輩のさ、指紋付きだったらさ、もうこれマジでさ、価値上がりすぎだよね。でも、ペコラ先輩が、メルカリなどに出したら、ちょっとペコラ先輩、それ住所とかが、バレるんで、もうダメだよ、絶対。転売してダメ。ペコラ先輩、これさ、部屋に飾ってくださいよ、みたいな。飾ってんね、みたいな言ったらさ、でも、ペコラ、みんなのそのグッズとかって、そんなにいっぱい持ってるわけじゃないから、なんか、カナタちゃんの、このタペストリーだけ、家に飾ってたら、なんかガチ感出て、気まずいペコ、みたいな。言ってたんだけど、いや、いいじゃないですか、ガチ感出して。っていうか、ペコラ先輩、家に人呼ばねえだろって言ってさ、誰も見ねえじゃねえかって言って、言ったけど、でも、あずちゃんが来たよ、みたいな話とかもして。そう、なんか、あずちゃんとペコラ先輩、すごいさ、距離がさ、もうさ、だいぶ近くなっとるからさ、いつの間に攻略したんだと思って、あずきち、いつの間にペコラ先輩攻略したんだと思って、びっくりしたな。ツッコミする。